はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートアツシです。今回の動画ではダントツ英文法について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず英語ブロックのホームページについて少しだけ説明させてください。主なコンテンツが英単語と、あとダントツ英文法、それと仕上げレッスンになります。で、今回の動画ではこのダントツ英文法ですね、すべて合わせると100講座あるんですけども、こちらについて説明していきたいと思います。おすすめがクロスワードになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、ぜひそちらの方をご覧ください。英語ブロックというふうに検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画中心で、英語ブロック .com の方が主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方ですね、こちらのトップページから進めていきたいと思います。はい、今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、ではダントツ英文法のレッスン46ですね、章などを使っている第4文型の文について説明していきたいと思います。はい、ではトップページからですね、ダントツ英文法というこちらか、こちらの画面をスクロールしてもらって、こちらですね、ダントツ英文法を学ぶ、このどちらかをクリックします。はい、次のページラインナップが出てくるんですけども、ずっと下の方まで見てもらって46ですね、はい、こちらになります。小人物などの第4文型、こちらをクリックします。はい、今回使っていくプリントの画像がこちらですね。印刷したい時にはこの上の PDF ファイルっていうのを開いてもらって、はい、このようなページが出てきます。下の方にプリンターのマークですね、ここにあるんですけど、こちらとか、あと画面上で右クリックをするとこう印刷っていうのが出てくると思うので、そちらから印刷して使ってみてください。はい、あとはスライドショーで学ぶっていうのもあります。こちらはこのようなページなんですけども、この右の方ですね、こちらをクリックしていくと次の説明というふうに見れるようになっています。はい、あとは今回ですね、第4文型って言葉出てくるんですけども、第3文型と第4文型の書き換えというのが結構問題として出てくるんですね。で、それについて詳しくまとめているプリントと、あと動画がありますので、ぜひこちらの方も見てみてください。はい、最終的に英作文ですね、こちらができるようになってほしいので、PDF ファイルの方もこちらにあります。こちらもぜひ最終確認として使ってみてください。はい、では今回の内容ですね、こちらの画像を加工しているものがあるので、そちらを使って説明していきたいと思います。はい、では説明していきます。まず最初にポイントがこちらですね、この四角の中になります。動詞人物の形で使って、誰々に点々点を何とかするという意味になります。動詞人物ですね、誰々に点々点を何とかする、でこのような形を第4文型というふうに言うということになります。で、なんで第4文型っていうかっていうと、英語の文って全部で5種類の文に分かれるんですね。第1文型、第2文型、第3文型、第4文型、第5文型なんですけども、でそのうちのこの4番目の形っていう風になります。高校生に入ると第1文型から第5文型まで、最初に入学してすぐに、しっかり習うんですけども、中学生のうちは別に何文型とかって分かんなくても大丈夫なんですけど、ただ知っててもいいと思うので第4文型という言葉を出しています。はい、第4文型を作る動詞にはこれらのものがあります。まず1のグループ、 show 見せる、 give 与える、 teach 教える、 send 送る、 tell も教えるですね、あとは話すという意味でも使います。このようなもの。2の方は buy 買う、メイク作る、クック料理する、チューズは選ぶ、選択する、こういくつかの中からこう選ぶっていう時の
選ぶ、ファインド、見つける、ゲット、手に入れるですね。これらのものが2のグループに入ります。でこれなんで1と2に分かれてるかっていうのは後で、また説明しますので、とりあえず今の段階ではこれらのものがあるんだなというふうに考えてください。誰々に何々を見せるとか、誰々に何々を与えるとか、誰々に何々を作るとかですね、そのように使うと。はい、では実際の例文を見ていきます。はい、まず括弧1番ですね、ぜひ後に続けて読んでみてください。まずこちらですね、 Show me your passport please. Show me your passport please. 私にあなたのパスポートを見せてくださいという文になります。はい、この Show の後ろですね、人で、その後ろに物が来て、誰々に何々を見せるという形ですね。で今回は章が最初に来ているので命令文になっています。何々しなさいという命令文で、プリーズがついているので丁寧な命令文になっているということで、見せてくださいというふうに訳しています。はい、で、パスポートって日本語でも言うんですけど、英語ではパスポートというふうに最初を強く読むようになります。はい、では次に行きます。括弧2番ですね、 Amy gave me this notebook. Amy gave me this notebook. Amy は私にこのノートをくれましたという意味ですね。で、この gave はもともと give ですので、 give 人物という形で使っています。 give 人物、誰々に何々をあげる、まあ、くれるってここ訳してますけど、はい、エミは私にこのノートを、まあ、くれましたという形ですね。はい、で、この、人のところですね、先ほどちょっと言うの忘れちゃったんですけど、この人のところには目的格っていう3番目の形が入ります。私だったら me ですね。で、ここもそうですね、私で me です、私にっていう意味になるので、まあ、この意味から考えてもらっても me が入りますよね。目的格っていうのは音にですよね。はがのおにのものの音になので、そのにの方の意味、私にっていう意味でこの me が入ると思います。はい、まあ、この、動詞の後ろに入るのは目的格っていうふうに考えてください。はい、次括弧3番ですね、Ken taught them math. Ken taught them math. Ken は彼らに数学を教えましたという意味ですね。この taught っていうのは teach の過去形です。teach 人物、teach 人物、誰々に何々を教える。で、過去形で彼らに数学を教えたという意味になっています。動詞の後ろ、彼らっていうのは目的格なので them が入ります。彼らにですね、彼らに数学を教えた。はい、では次いきます。括弧4番ですね、 Aki made us breakfast. Aki made us breakfast. Aki は私たちに朝食を作ってくれました。これ作りましたって訳してもいいんですけど、まあ、作ってくれましたって訳すこともあります。メイク人物ですね、メイク人物、誰々に何々を作る、で過去形になっていて、私たちに朝食を作った。はい、明日目的格ですね、3番目の形になっています。はい、では次いきます。括弧5番、Tom bought her some apples. Tom bought her some apples. Buy という動詞の過去形ですね。買った。彼女にいくつかのリンゴを買いました。まあ、買ってあげましたって訳してますけど、買いましたでも大丈夫です。Buy 人物、誰々に何々を買う、その過去形を使っています。はい、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございます。
一応前半動画はここまでとなっています。で後半の動画ですね、この続きの動画を見たいときにはメルマガ会員の方に登録していただくことになります。例えばこのトップページですと、この上からずっと見てもらって、ここですね、ここにメルマガ会員への登録のフォームがあります。お名前とあと E メールアドレスですね、名前は名字だけでも結構ですので、ぜひここ入力していただいて、でこちらの確定というところを押していただくと簡単に登録ができます。でもしもういらないという時には配信停止もすぐできるようになっていますので、ぜひ登録していただければと思います。で登録するとメールが届きます。でそこに会員の、パスワードですねの方がありますので、こちらのメルマガ会員ページというところから、進んでもらって、でそのパスワードを入力してもらうと、後半の動画も含めたフル動画ですね、全部の動画が見れるようになっていますので、ぜひメルマガ会員に登録してみてください。はい、では後半の動画ですね、続きの方でまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。